平日アベレージ、カリア。なんだよ平均的なサラリーマンのアベレージ君。今週末さ、久しぶりにゴルフなんだよ。得意先の人と行くから緊張するな。じゃあそんな阿部君にゴルフにまつわるうんちくを一つ教えてしんぜよ。ゴルフってさ、なんで18ホールか知ってる？それはまあ大体午前中に9ホールくらい回るとちょうどいいっていうか。まあこれには諸説あるんだが、週末一緒に回る人にはこんな風に言うといい。ゴルフの聖地スコットランドは寒くてさ、スコッチウイスキーを一ホールに一杯飲むとちょうど18杯でボトルが空になるからだってね。そうなんだ。信じるの？まあ簿記が信じる説はセントアンドリュースが18ホールにしたからだと思うよ。ゴルフの歴史は1500年くらいに記録があるんだけど、18ホールに統一されたのは1950年らしいよ。ありがとうカリア、頑張ってくれよ。あ、これボール持ってきなよ。え、こんなに？ボールはロストしてもいい、でも生きる自信だけはロストするなよ。やかましいわ。今日は駅弁の日なんだよな。新幹線乗ると駅弁食べたくなるな。いかがですか？あ、来た来た。すいません、すいません。生ビールいかがですか？生ビールもあるんだ。え、じゃあ生ビールもらおうかな、一応。石焼き芋いかがですか？石焼き芋売ってんの？それ、なんか、ねえ、駅弁は。物干し竿いかがですか？物干し竿な、ここで買ってどうすんの？持って帰るの大変だよ。思春期の頃に忘れた甘酸っぱい思い出いかがですか？売ってんの？それを。大きな野望と夢を持って、自分は出る杭になろうと飛び込んだものの、社会の風に当たりが強くて、いつの他にか社会のパズルのワンピースが駅弁は。そして10月2日日本武道館で何かが起こる。詳しくは19日日曜日夕方5時アベレージ緊急生放送にて。